こんばんは。髪の毛が多くて嫌です。モハモハです、毛量が。あ、そうですね。今日で学校一旦冬休みに入りました。今日でっていうか、まあ本当明日からなんですけど、まあ今日終わったということで、今日から明日から冬休みに入ります。鼻かゆい。まあでもやらなきゃいけないことはこの冬休みにたくさんあるので、学校の方もしかり、まあ、HKT の活動もしかり、やることがたくさんあるので、まあ冬休みって言っても休める日ではないんですけども、頑張りたいと思います。ちょっとこれが閉まらないのよ、どうしてもね。なんかさっきまでめちゃめちゃいい感じの髪の毛だったのに、前髪がね、いつもね、今日まあいい方なんだけどさ、メイクするとぺちゃんこになるのね。それがちょっと嫌ですね。宮直さん、熊のぬいぐるみありがくま。宮直さん、熊のぬいぐるみありがとう。なんか今日さ、ふわふわしてるよね。もう一回オイル塗った方がいいかしら。ここがさ、これがなんか言うこと聞かないんだ、さっきから。だからずっと止めてんの。今日はちょっとまああんまり、30分ぐらいになったら終わります。30分ぐらいやったら終わります。2万ゴールドタワーって昨日からあったっけ？わかんない、私アイテム欄見れないから、配信してる時はあったんかな。顔が丸い。あったよ、だって。仮面楽しかった、ありがとうございます。年内最後の仮面でした。いやあ、本当に髪の毛多くて嫌なんだよね。耳にかかんないんだもん、髪の毛が。今はさ、かかってるように見えるじゃん。てか、かかってるじゃん普通に。でもなんか量が多すぎて、どんどんこうなくなってくるっていうか、こうなってくる。前髪邪魔だわ。
チャラララララ、お腹すいたの。そうだ、今携帯使ってるから携帯見れないんだ。今寒いかなと思って見ようと思ったけど、あの天気予報の温度、気温を見ようと思ったけど、そういや携帯使ってるんだった。ララ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 本当に顔丸くて大丈夫そう。ここがさ、いらないんだよね、ここが。かなっていいよ。鼻がめっちゃかゆいな。掃除してたからね、あの年末大掃除。年末はもうあのリハとかでバタバタしちゃうから、しかも当日っていうか大晦日はさ家にいないじゃん、ほぼ。だから早いうちにしとこうと思って綺麗にしました、お部屋を。なんかついた。あ、てかそのハウステンボス行く日、大晦日31はあのハウステンボスに着いたらもうその配信できる環境とかがないので、やし多分そのリハとかメイクとかその出演時間とかも決まってるから、バタバタしてると思うんですよ当日。だからまあ朝っていう、朝そんな多分早くはないけど、まあ昼ちょい前ぐらい、朝に配信したいと思います。よろしくお願いします。把握だけ。で明日ができれば配信したいけど、ワンチャン配信できないかもしれないかもしれないっていう。あさっては夜遅くじゃないけど、まあ夜7時ぐらい、7時8時ぐらいにはできるかなと思います。25、一応サンタさんのコスプレっていうか、まあ、サンタさんの服着ようと思ってるので、ぜひ見に来てください、よければ。で明日もしできれば、明日もそのサンタさんの服着てできるんですけど、明日はできる確率はちょっと低いですね、申し訳ないんですけど。やりたいんだけどね、明日。みんなプレゼント待ってます、クリスマスプレゼント。痩せたね。え、どこを見て痩せたねって言ってる。明日は呪術廻戦見に行く？
私も見に行きたい。願望。でもその友達が、県外の友達が遊びに来るんで、クリスマスイブ24。まあだからちょっと配信ができないっていうのもある。その子が、その子に聞いてやっていいよって言われたらやりたいなとは思うんですけど、なんか友達とおるときに、そのね、一緒にっていうか一緒の空間にいるのにさ、なんか気使わせちゃうのすごい申し訳ない。自分の家ではあるけども、だからまあその子がいいよって言ってくれたらやろうかなと思うんですけど、朝一7時40分からの回で呪術見る。すごい早い。でも今日の0時にあれだもんね、初回っていうか一番最初に上映されるやつが始まるんだもんね。0時のやつさ、マジでなんか売り切れるのってか埋まるのめっちゃ早かったんですよ。まあ結構みんな早い回で見るね。ぷっ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 。あ、でも早い方が、てか多分夜8時、いや7時から9時までのやつとか、なんかそこら辺とか、その6時からとか5時からとか、なんかそれぐらいのところが一番多そう。一番やっぱ見やすいじゃん。そのまあその日一日何もなくてもさ、朝早くないし、別にゆったりして用意できるし、女の子だったらね。男の人はさ、化粧とか別にしなくてもいいからさ、まあ映画見るのにあんま化粧とかしていかないけど、そんなに。やっぱ女性はさ、その化粧とかやっぱしたい人もいるじゃん。一応マスクはするけど、やっぱりこう人に見られたらみたいな、知り合いに会ったらいけないからみたいな、やっぱ礼儀なんだろう。まあなんかそういうのあるじゃん。私はそのオフだったらもうメイクしたくないんでマスクしていくんですけど、冬休み入ったし、呪術好きな子供を連れての家族多いかな。多そう。子供が見てたら余計に見たいってなるよね。だから親って大変だよね。だって親はさ、見てなくてもさ、子供がさ見たいって言ったら連れて行かなきゃいけないじゃん。で、私みたいにお姉ちゃんとかが見てて、一緒にね見れる人がいるなら、あ、じゃあ見に行っといで、その見てる間なんか見と、例えばショッピングモールとかだったらさ、お洋服とか見てられるじゃん。だから見といでって言えるけどさ、お姉ちゃんとかそういうなんかアニメ好きな人がいない家族ってなると、一緒に見なきゃいけなくなっちゃうから大変だよね。もう15分経った？早い。子供を見るんじゃない？怖くない人は。
え、今の子供何でも見るじゃん、アニメ。おう、あと15日だね。マジ早い。あ、そうだ、あれ送っとかなきゃ。何しようかなって行こう。何がいいだろう。わあ、スノードームありがとうございます。神さん、ありがとう。髪の毛が多くて本当に嫌になっちゃう。まあパッて、やっぱいつもの感じと顔が違う。え、嫉妬してる感じがする。気のせいじゃない？気のせいじゃない？多分髪の毛最近結んでたからじゃない？で、なんかまあ今日は下ろしてるからじゃない？髪留めの位置低くない？違う、これね、ここのね、この横のこの毛をね、今押さえてんの。なんかパーって浮いちゃうから、こうやってこいつを押さえてんの今。だからここなの。年齢制限調べたら呪術廻戦ゼロは何もなかった。ないよ。で、年齢制限かかったらそもそもアニメの方にも多分年齢制限かかるやろ。そう、よくやりますこういうのは。マジで爪可愛くてずっと見ちゃう。今日学校の時もさ、なんか振り返りやったから、映像、この間のテストのね、映像をずっと見ててさ、まあ室内普通にあの反射しちゃうから暗かったんだけど、全部電気消してね見てたんだけど、マジで爪が可愛くて幸せ。可愛い。私って手のシワ多いよね。なんかシワシワしてる手が、普通の人よりも多分シワが多いと思う。手の、おばあちゃんの手にめっちゃ似てんだよね。おばあちゃんに似てる手が。お母さんとか全然似てないもん手が。妹はお母さんの手にめっちゃ似てるけど。いや、ファンデーションついちゃう、こんなしてたら。だからさ、これ GU のシャツなんだけどさ、これ普通に M サイズ買えばよかったってちょっと今後悔した。なんかシャツの長さ的にはすごい理想的なんだけど、袖の部分がでかすぎてなんかね、ボコって見えちゃうんでね。これ何なの？あ、私のパジャマの毛か、これめっちゃついてる、やだ。
まだ夕飯はこれからです。食べ行く、お友達と食べ行く。野村誠さん、スノードームありがとうございます。だって今日は時間を気にしとかんといかんから、ちょっとずつ携帯じゃなくて、あと10分で終わらなきゃ今日豚の角煮作ったよ。いいな、食べたい。ほえさん、スノードームありがとう。スノードームってなんか言い慣れてないから忘れちゃう。スイちゃんうどんさんもスノードームありがとうございます。豚の角煮か、いいな。読んだよ、みんな読んでるよ今アイテム。え、さっき読んだよな。読みました。明日からなんか学校ないっていうのが不思議なんだが、早起きてかさ、最近聞いて、最近なもう本当に早起きしちゃうの。早起きってか目が覚めちゃう早くに。なんか最近は4時か5時か6時の間のどっかで絶対目が覚める。今日は4時半に目が覚めた一回。あれ何なんだろう、なんかパッて、特になんか物音がしたとかそのうるさかったとかじゃなくて、普通になんかパッて目が覚めるので、あれ目覚めちゃった、今何時だと思って携帯開いたら4時半とかで、最悪起きてしまったわって思ってまた寝るんだけど、でもね6時半とかに1回目が覚めた時は本当に嫌だ。だってさ、いつも7時半ぐらいにさアラームかけてんのね。で7時半ぐらいには絶対に起きるんだけど、なんか6時半に起きちゃうとさ、あと1時間しか二度寝できないじゃん。それが一番嫌だね。早いよね、サインかな。まあ夢は見ないんですけど、最近なんかパッと起きちゃうんだよね。前までそんなことなかったのに、前はもう物音がしてもぐっすり寝とったよ気づかずに。今ではちょっとした物音でも起きるようになりました。これが年ですかね、悲しい。そんな時の1時間ってマジ一瞬よね。いやマジほんとそれな、なんか損した気分になるもっと寝たかったってなる。そういや今日の夢に熊沢さんご登場されました、されてました。わお、なんでだろう、なんでだろう夢に理由なんてないか。スノードームありがとうございます。今寒くてよく起きるリンさんは、いや私寒くてとかじゃないんだよね。なんか本当に何にもないんだけど、マジパッ目が覚める。あれは何なんだろう。なんか最近まで本当に毛布一枚で寝てたから、マジで最近やっぱ寒くなってきてたじゃん。なんか本当に数回は寒さで起きてたのね、その毛布一枚で寝てた時は。でもさすがにちょっともう一枚じゃ寒いなと思って、この間から2日前ぐらいか3日前ぐらいから、もう一枚上に布団を
あったかいね、スヌーピーのなんかモコモコのカバーのやつなんだけどをかけて、ね、寝たらもうバリあったかくてで布団が温まるのも早いから足が温まるのも早いのよ。あ、原因これかと思って、私もともとまあ冷え性だから、末端冷え性だから足先がねいつも寝るとき冷たいんですけど、最近は温まるのが早いので寝るのも早くなりました。でもなんか普通に布団が落ちてるとか別に寝相が悪いわけでもなく、ちゃんとまっすぐ寝てるんですけど、なぜか起きちゃうんですよね。あれは何なんですかね。でもさ、お正月てかもう来年の4号ぐらいかな、4号ぐらいがなんかめっちゃ寒くなるらしくて怖いです。もう一桁、なんなら最低気温がマイナスなんで。いや、靴下履いて寝るのって良くないらしくて、私前まで本当に寒かったから靴下、部屋用の靴下履いて寝てたんだけど、なんか血行が悪くなっちゃう逆にらしくて、それをなんかテレビかなんかで言ってたのかな、それを聞いてからお布団に入る前までは履いてるけど、お布団に入る時は脱いで寝るようにしてますね。ね、57分だね。寒いの嫌だよね、本当に。今年も多分妹と弟と一緒に三社参り行くと思うんで楽しみだな。あ、そう、福岡ならではのね、そうそうそう、三社参りな。もう出店が楽しみで仕方ない。じゃがバターも食べたいし、いちご飴も食べたいし、ポテトも食べたいし、鶏皮餃子も食べたいし、あとなんだろうな、あ、焼き鳥も食べたいし、いっぱい食べたいのある。鶏皮餃子マジで美味しかった。なんか妹とさ、どこだっけな、あれなんか行った時に三社参り、妹となんかなんであの時は分かんないけどなんか二人で行ったのよ。ああれだ、ちょうど私の家まで送ってもらってる最中に妹となんか行ってて、で あそこ寄って行こうやってなって寄ったんだ。鶏皮餃子マジで美味しかった。あれ、鶏皮餃子の店があった方が絶対いいよ、出店じゃなくて。繁盛するよ、マジで美味しいよ鶏皮餃子。だでも鶏皮のブヨブヨが嫌いな人は嫌いかも。なんかカリッカリじゃないから、ちょっとそのブヨブヨなのね。私は鶏皮大好きだからブヨブヨでもカリッカリでも好きなんだけど、まあ、あの串、鶏皮の串になるとカリカリの方が好きだけど。ということで、もう6時になってしまうのでそろそろ配信は終わりたいと思います。すいません、今日は短めで噛み切れるぐらいのブヨブヨブヨって言ったらちょっとなんか表現悪いけど、プニプニでは皆さんありがとうございます。ランキングを見ます。ちょっと待ってよ、もう、13位ポポさん、12位エレメンツさん、11位イケポンさん、待って、なんか何なんかくるくるなってんだが、あースクロールできない、何 OK、 なんかくるくるがずっとなってたから一回裏紙いった。待って、もう一回言うね。
13位ポポさん、12位エレメンツさん、11位イケポンさん、10位鈴友タンタンさん、9位トシボーさん、8位タカさん、7位ダイくん、6位セリチャウドンさん、5位立花隼人さん、4位野村誠さん、3位カミさん、2位宮直さん、そして1位がホエイさんでした。ありがとうございます。そう、トラブルでした。いい感じだね。よいしょ、美味しいご飯食べてきます。バイバイみんな、またね。